はい、この動画では微分音について、えー、説明していきたいと思います、えー。微分音ですが、まずは指を作っていくところから始めなければいけません。でまあ、指を探していくときのコツですが、だいたいね、えー、例えば、えー、ファから微分音一つずつ上がっていくとすると、えー、ファこれがファンのナチュラルですね。で四半音上が